今日お話しさせていただきますのは、防災研究所の巨大災害研究センターというところにおります、林と申します。昨日お話しさせていただきました、川田も実は同じセンターでして、2人続けて同じセンターからお話をさせていただくようなことになります。で今日はですね、タイトルは、その防災学入門というふうにさせていただきました。それで、ここに入っていただくときに皆さんになんか紙を1枚ずつ差し上げたと思います。ちょっと次にスライドを回していただけますか。括弧の中に適当な日本語を埋めなさいというような紙を差し上げます。今日お話をさせていただきたいと思ってますのは、ここに適当な日本語をどういうふうに入れたらいいのかということを、お話をさせていただきたいと思っております。で全部これ英語で書いてございますけれども、世界では防災の見方ということについてはですね、かなり共通の理解がございます。でむしろ日本の防災の理解というのはその中では比較的得意になっているというふうに考えた方がいいのかもしれません。それで、こういう言葉の壁がある、あるいは日本の防災というのがある意味で自分たちの経験を、順化させながら、整備してきたようなことがあってですね、自分たちがやってきて、自信が持っているもの、実は日本というのは、世界でもアメリカと並ぶ防災の先進国だと自負していただいて結構だと思うんですが、その割にはですね、自分たちがやってきていることというのを世界にうまく説明できないという問題点を抱えています。でその問題点というのは、世界での多くの人が、どうぞ真ん中へ来てください、考えているその防災の枠組みの中で、自分たちをうまく表現できないという問題があると思っていただいたらいいと思います。で、なんでこんなことを言うかというとですね、実は今私、その国の内閣府がやってます中央防災会議というのの専門調査会の一つで、人材育成と活用に関する専門調査会というのがありまして、そこの委員を仰せつかることになりました。会合に行きました。でそうするとですね、内閣府が用意をしたという書類がありまして、アメリカの防災体制の紹介ということになっています。でそこにはミティゲーションという言葉ですとか、プリペアネスとかですね、そういった言葉が、言ってみれば散りばめられているですね、アメリカの防災の基本の説明をしてあるんです。その訳がですね、一言で言えばむちゃくちゃなんですね。でミティゲーション、減災って書いてある。プリペアネス、準備って書いてある。減災と準備って書いてある時にですね、じゃあ日本が今まで一生懸命整備してきた防災の仕組みとどう関連するのかということがですね、ある意味では全くわからない。ですから、その一生懸命横文字を読んで、理解をしているつもりなんですが、何を理解しているのか大変お寒いような状況が現実にあるんだ。それがその中央防災会議の、ね、専門調査会の中で語られているということ自体が大変寒いという気がいたしまして、で、もう少しちゃんとその国際的に私たちがやっていることを認知してもらえるようにするためには、どういうふうに私たちの言葉遣いをきちっとするのかというのが必要だろうと思って、今日はタイトルとして防災学の入門というふうにお話をしました。申し訳ありません。決して簡単な話をするつもりはありませんし、面白い話をするつもりもございません。つまんない話をさせていただきます。ご容赦いただきたいと思いますが、次お願いします。でまず、ここからスタートをしたいと思いますが、これ、6つの箱がありますが、これ、私どもが考えてます、その防災というものについてのビジネスモデルというふうにご理解をいただけたらと思います。で私たちが考えてると言ってる理由はですね、必ずしも国はこういうふうに考えているわけではありません。ただこういうふうに考えた方が理にかなっていると思うので、私たちは今日ここでこういうお話をさせていただきたいと思っています。
この6つの箱ですが、3つの、部分に分けられます、真ん中の部分、黄色の部分、上の部分、緑の部分、それから左右の水色の部分、この3つがあります。でそれぞれに違った意味を持っています。でまず真ん中の黄色い部分ですが、そこには被害というのと、災害対応というふうに書いてあります。でこの2つを合わせて、まあ、災害というふうに捉えているわけです。でこれは何かといえばですね、いわゆるマスコミを通して皆さんが災害としてご覧になるものはこの2つだ。どこどこで災害が起きました、建物が壊れている、橋が落ちている、家が燃えている、そんなような光景をご覧になるわけです。それは被害ですね。それからその後必ず災害対応があります。全国から例えば自衛隊が応援に来たとか、あるいは国際赤十字が、物資を送ったとか、そんなようなことを聞くわけですね。でまあしばらくすると、まあ、ニュースはどん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 生まれますから、いつの間にかそんなことは忘れてしまうというのが現実です。で防災に関わる者にとって、じゃあ被害と災害対応というのはどういうことかというと、防災が目標とすべきもの、防災の効果あるいは質を評価するべき基準というふうに考えていただいたらいいのかもしれません。じゃあ何を目標に私たちはやっているかといえば、被害をできるだけ減らすことです。36件逃げるの勝ちというのがありますけれども、被害は起きないに越したことはないです。ですから一番の防災の目標は被害を起こさない。それからもう一つの目標は、もし万が一被害が起きてしまったら、それに対してできるだけ効果的に災害対応をしたい。残念ながら社会にはですね、そんなにたくさんの資源が有り余っているわけではありません。ですから災害がひとたび起きます、それが大きな災害だとするとですね、被災者の方にとっては決して、満足のいくような水準でのいろいろな対策というのは取られません、取り得ませんというのが本当です。ですから私たちはそういう限られた資源をどれだけうまく活用して、どれだけ効果的な災害対応できるかということが問われている。ですからこれも防災のもう一つの目標なんだというふうに考えています。ですから防災って何だって言われたら、まず被害の発生をできるだけ減らすことであり、万が一起こってしまった被害に対してはできるだけ効果的な災害対応をすること、その2つを目標にしている活動というふうに考えています。じゃあそういった目標を達成するために何をすべきかというと、なぜ被害が生まれるかという原因をですね、まず分析をしなきゃいけない。でその、被害を生み出す、まあ、メカニズムにあたる部分が、この上の緑の箱です。でこれは何を書いているかというと、実際災害というのは2つの種類の要因が組み合わさって災害を生んでいるという捉え方です。これその人でその2つの要因を私たちは外力、もう一つを社会の防災力という名前で呼んでます。でこの外力というのを英語で呼ぶとハザードというふうに呼ぶんです。で一つ答えが見つかるんですね。で外力、ハザードというのは、まあ、非常に広い言葉です。ゴルフをやられる方にはグリーン周りにあります池をあれウォーターハザードと呼ばれますよね。あるいは車を運転される方、三角形のマークがありますね。三角形、何重かの三角形というのは実はあれ災害対応のシンボルなんですね。ですからトラブル、あるいは災害ディザスターのシンボルなんですが、マークを押すというとハザードランプがつきます。でハザードランプってどういうことかというと、目の前に何か危ないことがありますよというのを、まあ、後ろに来る車に知らせることが主たる目的になってますね。あるいはこの車は止まりますよというようなことを、何か変な動きをしますよということを周囲に知らせる。でそういう意味では周りの人から見て、あるいは自分にとってでもいいですが、
本来目標としていることを阻害するような状況を、まあ、ハザードというふうに全般的に捉えます。ですからモラルハザードというような言葉があったりですね、あるいはバイオハザードという言葉があったりですね、いろんなものがございます。で、外力というのは、まあ、自分たちの外側にあって自分たちに危難を振りかけるものというようなところから多分来ているんだろうと思いますが、まあ、外力と呼びます。でそれは誘因だと書いてあります。で何かというと誘因というのはつまりきっかけに過ぎない。ですから外力は災害を引き起こすきっかけなんだ。でここで言う外力って何だというとですね、まあ、多くの場合自然災害、京都大学防災研究所は主任して研究してますから、地震そのものであったり台風であったりあるいは地滑りであったりですね、火山の噴火であったり、そういういわゆる天変地異をここではハザードと呼んでいます。じゃあどういうことかっていうと、そういう天変地異があっても必ずしもそれが即災害にはつながらないっていうことをこれはまあ意味しているわけです。ご承知の通りですね、1995年に阪神・淡路大震災が起こりました。あれは気象庁の人たちあるいは理学の人たちは兵庫県南部地震って呼ぶんです。なんでかというと兵庫県の南部、もう実は気象庁はですね、日本のどこで地震が起こっても大きい地震であればそれにどういう名前をつけるかのシステムを決めてます。震源地、震央といわれるその一番最初に壊れ始めた場所を目印にしてですね、全部名前がついてます。あれは兵庫県の南部、淡路島のところで起きましたから兵庫県南部地震というふうになってるんですね。でそういう意味で、でもう一つは大きさがあります。で地震の大きさを決めているものはマグニチュードというふうに言いますが、あれはマグニチュード何だったら2でした。随分大きいんですね。内陸の地震というのは、今まで日本で一番大きかったのは 8.0 濃尾地震というのがありました。それは大変大きなものです。大体7クラスですから 7.2 というのは十分立派です。でちなみに地震のマグニチュードというのは 0.2 大きくなったり小さくするとですね、出てくるエネルギーが倍半分になります。ですから 7.0 の地震と 7.2 の地震ではエネルギーは倍違う。 7.4 になると4倍、 7.6 で8倍、 7.8 で16倍、 8.0 で32倍というふうにですね、22222ってかけてっていただければいいですね。ですから、7.2 というのは結構大きいと考えていただいて結構です。それで6000人以上の方が亡くなって、30万棟以上の建物が全半壊して10兆円という被害が出ました。それから5年経ってですね、今度は2000年の時に鳥取県西部地震というのが起きました。もうご承知の通り死者ゼロ、重症者2名、被害総額300億円ぐらい、ほとんど大した被害なしでした。ところがあれは大変な問題を作りました。なぜかというと、あの鳥取県南部地震のマグニチュードは 7.3 だったんです。さっきのことを考えていただくとですね、兵庫県南部地震よりも2倍とは言いませんが、何割か大きい直下地震が起こったってことになるんですね。さあみんな腰抜かしました。5年ぶりに、ああまたすごいのが来るのかと思ってですね、僕らも緊張しました。で調べてみたら、わあなんだろう、ここはカットしなきゃいけないとか、鳥取の山の中だぞとでそうするとですね、もう案の定ちょっと怒られてしまいますが、大きな被害にはならずに幸いなことに済みました。じゃあ本当外力としてははるかに大きなもの、まあ、はるかにというよりもっと大きなものが襲いながら、災害被害として見たらですね、えっと思うぐらい小さかった。でこの違いは何で説明ができるかというと、外力だけでは説明がつかないことはこれでお分かりいただきますね。じゃあもう一つ別の要因がいる。それが社会の防災力と考えていただきたいです。まあ、社会の防災力というと格好はいいんですが、本当のところを言えば社会が持っている脆弱性、災害に対しての脆弱性というふうに考えていただいたりです。で脆弱性という言葉は英語ではバルナラビリティというふうに呼びます。
ですからそれが2つ目の舞台になるんですが、でただ日本人の翻訳してた賢いやつがいましてですね、脆弱性っていう言葉を1から引いたとしますね。そしたらそれは防災力になるじゃないかと。ですからアメリカ人やヨーロッパ人は街が持っている脆弱性をどういうふうに減らすかが防災なんだと説明するわけですね。なんとなく後ろ向きなんです、議論。それを1引くにしてしまえばですね、いかにして社会の持っている防災力を高めるか、もっとポジティブですね。で、僕は個人的にその社会の防災力という言葉がいいと思ってですね、あえてここに社会の防災力と入れてます。ですから社会の持っている防災力で、これをまあ素因って言います。どういう意味かと、もともとそこに備わっているようなもの、ニュアンスとしてはですね、なかなか変えにくいもの、こういうところがあるんですね。気質、体質、企業風土、地域性、これどれとってもなかなかそうは変わらないです。そういうものがこっちにある。で、言ってみれば外力と社会の持っている防災力がせめぎ合うわけですね。で、防災力が勝てば被害は出ないです。残念ながら防災力を上回るような外力が来ればこれはダメだ。で、昨日川田が盛んにご説明してたのは、今日本の防災力の整備水準は大きな川で、つまり一級河川で、だいたい200年に一遍ぐらいのすごいことがあっても耐えるように設計した。ところがそこに600年に一遍みたいな外力が来ちゃったらですね、これはもう被害は出るんだっていうことになるんです。ですから、外力は人間はコントロールできません、残念ながらね。で、社会の防災力については私たちはコントロールできるわけですから、防災っていうのは、どういうことかっていうと、そのブルーの2つになる。一つは外力についてコントロールはできないけど、少しでも予知予測の能力を高める。だから何にも来ないのにですね、来る来ると言って狼少年のようなことを言う必要は僕はないと思ってる。だから今いろんな人に個人的にお勧めしてるのは、今どこに住んだらいいかって、神戸がいいですよ。だって真下のエネルギー全部抜けちゃったわけですから、これからためるのに1000年はかかる。ね、それはちょっとしたら来るかもしれない。そんなもの大したことないですよ。倍半分は何の世界ですから。マグニチュード6段というのは何マグニチュード7段か32分の1ですね。そうやって考えていただいたら、やっぱり範囲が、被害の範囲が非常に限定されたものです。で、そういう意味で安全なところを酔っていけば、それだけだって防災になるわけですね。で、その時どこが安全かというのを知らなきゃいけない。そのためには外力というものをしっかり予知予測する、これが重要な防災の、一つの攻め口になると思います。それからもう一つは、少しでも社会の防災力を上げていこう、そういう努力を続けようというのも防災の大きなポイントになるわけです。で、そこには実はこれから詳しくご説明しますが、2つの攻め口が、2つのやり方が、その一つは被害抑止です。つまり被害をできるだけ出さないような、そういう工夫、そういう備えがあります。それからもう一つは、万が一起こってしまった被害を最小にとどめて、できるだけ早く復旧させる、そういう試みがあります。で、それを被害軽減というふうに言っています。ですから社会の防災力を上げるということは、実は被害抑止力を高めるであり、同時に、被害軽減力を高める、この2つを組み合わせることだというふうに思っているわけですね。それからもう一つのポイントは、これはこの6つの箱は全部線でつながってます。被害があって対応がある、この線はお分かりいただけますよね。で、それが今度はその社会の防災力の向上や外力の理解につながってます。で、悲しいからですね、私たちはやはり経験を通してしか学んできてないんですよね。で、逆に言えば経験を教訓にできなかったら、一番そのもったいないことをしてしまっていることになるんです。ですから、被害の実態、あるいはその災害対応の実態というものを一生懸命調べることでですね、次の災害にどう生かすか、で、防災力の向上というのを通して、社会の防災力を高いものにして、被害が出にくいように次にしていかない。
からいろいろなその外力の挙動についてより深く知ることによってですね、少しでも難を避けられるようにしたい。そういう試みをくる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 続けていく、そういう継続的なものとして防災というのを捉えて、決してその何か一直線的なものではありませんし、災害の時だけプッとみんなの関心が上がればいいという筋のものではないというのが、このぐるぐる回る輪っかになっているということでご理解いただけると思います。で、なぜそのこれが国のあれと必ずしも合ってないかと申し上げますと、私たちを所轄しているのは文部科学省という役所ですね。そこの中で防災を担当しているところに2つ課がある。実は一つは地震調査課って言ってるやつですね。もうちょっと長い名前かもしれませんけど、水本水本と言ってるやつです。あれは右側だけをやってます。で、それ以外の部分は、防災科学技術推進室っていうのがやってます。左側でやってます。で、まあ、役所ですから縦割りがあって、お互いに、まあ、隣の机に座ってますけれども、そこには見えない壁が立ってるわけですね。で、一つの全体像としてものが動いてるわけではないんだ。でもこれは大変もったいないことでして、私たちから言えば外力の理解を深めて、そのどんな外力が来るかということを正確に知った上で、それをどういう形でしのいでいくか、それに見合うためにはどういうような社会の防災力の整備がいるのか、それを考えていかなきゃいけない。で、被害抑止で被害を抑止できるもんならいいですから、被害抑止力を高めたり、それが間に合わないなら被害軽減力を高めたり、そういった戦略的な判断をしていかなきゃいけないというのが、私たちが考えるその防災の姿であって、そのビジネスモデルをこうやって見ていただいているというふうにご理解いただけたらと思います。じゃあ次行きましょう。で、まあ、それを、まあ、言葉に直しました。もう一度ですね、災害は損因と誘因という2つの種類の原因で規定されています。損因はその地域なり人なり、社会にもともと備わっているものです。誘因は災害を引っ越すきっかけになっています。日本語ではこれを社会の防災力と外力という名前で呼んでます。英語ではバルナルビリティというのとハザードという言葉で呼びます。で、こういうふうに定義、災害を定義しますと、社会の防災力を超えた外力がその地域を襲えば災害が生まれるんだということになります。で、先ほどお話したように、鳥取県西部地震による阪神・淡路大震災は非常に大きな被害になってしまいました。それから東海水害、2000年に起こりました名古屋中部を襲った、水害はですね、日本で5番目に大きな保険料の支払いが起こったような災害になってしまった。被災地行ってみたら分かりますけれども、もちろん600年に一遍のような雨すごいですが、行ってみると大したことないんですよ、実は。こんなんで史上5番目なのかと思うぐらいです。で、その違いは何かっていうと、都市化が進む、たくさんの人が高密度にそこに住むようになるということは、壊れるものも増える。ですから破壊効率がものすごく良くなる。日野町っていう、その鳥取県西部地震とか言っていただいたんですよ。山に囲まれて少しばかりのお家が広々と展開しているようなところですね。で、そこから先また1キロぐらい何もないみたいなことですから、壊れるものはまずない。そういうふうに考えていただくと、都市化の推進っていうのは、実は社会の防災力の低下につながる。一見コンクリートでですね、がっちり固めて強いように見えるんですけど、いえいえ自然の力の前にはやはり脆弱性が増している、防災力が落ちているというのが本当だとご理解です。次、じゃあもう一回ですが、防災っていうのは外力の理解を深めることです。つまり天変地異をより正確に知る、そういう仕事が防災の一つの戦略です。それからもう一つは社会の防災力を向上させることです。で、そこにはさっき申し上げた通り、被害抑止力、それから被害軽減力というふうになります。これ病気の例えを考えていただくとですね、病気にならないような抵抗力
それから病気になってもすぐ回復できる回復力、これにまあ相当していると思っていただいたらいいです。両方の力がなかったらやっていけないんですよね。子供あんまり抵抗力ないんです。すぐ病気になります。だけど回復力が恐ろしい早いです。お相撲さんなんかもそうですね。うわっと傷が治る、だんだん高齢化していきますとその回復力落ちますから、逆に一生懸命毎日の暮らしをきちっとすることで抵抗力を持つようにしてますね。あんまり危ないことしなくなります。節制もします。でそういういろんな力の組み合わせをすることによって私たちは自分たちの健康を守っているわけですから、同じように社会の防災力ということから言っても抑止力と軽減力をうまく組み合わせればですね、非常に高い防災力にを達成できるわけです。でそういうことを、まあ、考えていきたいというふうに思います。で次に行きましょう。で、まあ、少しその外力の理解のお話をします。で次に行きましょう。で防災研究所に行くとですね、私以外はみんな理系の先生です。僕だけ文系の先生だって言われてるんですけど、もともとの専門は心理学なんですけど、何かの表紙で間違ってですねこういう業界に入ってしまいまして、というか最初に勤めてた場所が弘前大学という大学だったんです。そこへ赴任して50日目にですね日本海中部地震という地震が起こってしまってですね、大変なやっぱり大きな地域社会にはインパクトがありましてですね、地方の国立大学にいるものでお前こういう事態を見過ごしていいのかと周りにおるぐったらですね、みんなその頃若かったもんですから、おいけない、やるべしとか言ってですね、急にみんな盛り上がって、素人が災害調査を始めてしまいましてですね、まあやばと思ったんですが、お前言い出したから逃げちゃいけないと言われて、で結局逃げ損なってこんなところに今皆さんにお話をすることになりました。で、日本の場合、天変地異というと、まず一つはこれ天変ですね。これ低気圧がもたらす災害というふうにお考えいただいています。あるいは気象災害というふうにです。でこれはですね、この50年間ものすごく予知予測の精度が上がりました。なぜか、もうこれ見ていただいたら分かりますが、見えるんですいつどこが危ないかが全然問題なしに素人でも分かります。僕らまだ中学生の頃ですね、物理の宿題っていうので天気図書かされました。ラジオのやつ聞いてですね、まあ、だんだん分かんなくなっちゃって、最後だけど今はですね、そんな面倒くさいこと言えないんですけど、パッと見たら、おやべえな、西日本はダメだとですね、だからまあこういう台風っていうのはね、こう民営偏西風のおかげで民営結局流れますので、よしそうか、目がもううちよりも東行ったから大丈夫とかですね、そういう素人判断ができるようになりました。でこれはひまわりが今上に飛んでいて、というような、そういう可視化技術のおかげ、あるいは予知予測技術のおかげでですね、こういうことが分かるようになりました。ですから今台風は3日ぐらい前からですね、もう非常にきちっと報道がされています。ですから今度の週末は寒波が来ます、台風が来ますから出ないようにしましょうなんていうさりげない、情報がですね、テレビとしてどんどん流れています。そんなところまで、防災の数字が上がるようになりました。これ何もしてません。ただの外力の予知予測をするだけでもこれだけ被害が減るわけですね。でうまく次見てください。それに対して、まあ、昨日もお話をさせていただきましたが、2035年前後にこの3つの岩盤がですね、ベーン最悪一遍に動くだろうと予想されています。これが全部一遍に動けばマグニチュードが 8.6 だと申し上げます。8.6 はですね、阪神・淡路が 7.2 でしたから、7.4、7.6、7.8、8.0、8.2、8.4、8.6 ですから、2の7乗ですね。いくつだというぐらい、2ごろぐらいなんでしょうか。250倍ぐらい、もうちょっとかな。1、2波かな。まあ、そのくらい、つまり100倍以上大きなエネルギーをいっぺんに出すわけですね。ですから阪神みたいなケチなことじゃない、100倍、200倍だと考えていただくと、これまさしく我が国の気球存亡の課題になるんですね。だけどこれもよくわかんない、その程度ぐらいしか今の地震学では予測できない。なぜか見えないからです。
で見えるために何してるかっていうと、歪み系を入れてみたり、地震系を入れてみたりとか、いろんなこう、物差しをやってます。まあ、ちょうどあの身体検査やってますね。健康診断用のチェックですね。超音波で見てですね、あ、脂肪肝ですとかですね、あのバリウムを飲んで、エクセントとか、あ、大丈夫です。あれに近いような、何らかの透視技術を持たなければ見えないんですけど、それがまだまだなかなかできない。で、まあ、2035年ぐらいまでほぼ確実に起こるというところまでは、なんとか分かりましたが、いつだなんてまだ分かりません。それから、どういうパターンで起きるかっていうのもまだ分かりません。みんないっぺんに行ったこともあります。右の2つが行ってから32時間経って左が行った場合もあります。右が行ってから2年か3年置いて左が行った場合もあります。ですから、そこは分からないんですけれども、まあ、そんなに遠からぬ、まあ、その地球のエスカレーター2、3年なんて変でもないですから、非常に接近した時間の感覚でこれが全部動いている。でほぼそれが100年に一遍ぐらいずつ、日本の歴史を見れば過去ですね、1300年間繰り返されてきている。だから次も起こるだろうという、そういう推定なんですね。ですから、それも理解しておかないと。で、次行きましょう。で、そういうことを考えていただくと、まず外力を理解して、それから社会の防災力を高めることで、被害はうんと減るわけですね。で、そういう意味では被害をダメージというふうに呼びますから、これが3つ目です。それから、京都大学防災研究所というのは英語で言うとですね、ディザースタープリベンションリサーチインスティテュートと言ってます。で、英語のプリベンションというのは、実はこのハザードをコントロールしちゃうことを普通プリベンションと言います。プリベンションができればですね、私たちは何にもする必要はないわけです。言ってみればエアコンディションが効いた部屋で暮らしているようなもんです。寒くもなければ暑くもない。寒かったら私、服着ます。それは寒さの影響を減らすために服着るわけですよね。で、あるいは暑ければ脱ぎます。それは暑さの影響を減らすために脱いでるわけですが、その時には自分たちがいろいろ変化しますけど、本当の意味のプリベンションというのは自分たちは何もしなくていい。その外力がなくなっちゃうわけです。で、ディザスタープリベンションリサーチインスティテュートっていうのはですね、不可能なことをやる研究所なの。こんなもん台風が来ないように日本のできるかできるわけない、正直言って。偏西風とか地球自転してる以上なっちゃうんですから。じゃあ地震止められるかな、プレートテクトニスっていう話があってですね、ぐちゃ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 動いてるんですから、その動いたおかげで日本ができてるのに、そのできたことはさておいて、まあもう動かないでくれとは言えないわけですね。だからどっちにしたって外力のコントロールなんかできない。だからディザスタープリベンションなんか本当はできない。なのにできると言っている。これがすごい。ここに永遠のテーマがあると考えていただいてもいいかもしれない。で、その嫌味はともかく、現実にはいろんな他のハザードではそのプリベンションできてます。例えば今地球上に天然痘は表向きないです。ですからもう腫瘍をする必要もなければ、腫瘍ですね、何の薬もいらないですね。それが究極の、理想です。で、それをプリベンションと言って。でも CIA は持ってるだろう、KGB は持ってるだろう、アルカイドも持ってるかもしれない。もしかしたらサリンが あそこも持ってるか、オウムを持ってるかもしれないと考えるとですね、決して安心はできないんですが、一応公式的にはプリベンションができちゃう。じゃあもう少し現実的に外力は制御できなかったとしたら、被害を減らすためには自分たちの防災力を上げるわけですね。上げていけば何が起こるかというと、被害が起きなくなるんです。それを英語ではミティゲーションと呼んでいます。で、被害を減らす、自分たちが頑張ることで被害を減らしていることをミティゲーション。ですから日本でいう防災っていうのを英語に直しようとしたら、一番外国人に分かりがいいのはディザスターミティゲーションをやってるって言えばいいんです。これは世界の最先端です。で、日本はこれで世界一なんです。だけどそれ、その受けを知らないもんですから、ディザスタープリベンションと言っちゃうんですね。
それは政治家だけですよ。アダン事務総長はディザスタープリベンションって言いますけどね、専門家は言わない。あの防災系の先生がそういうところがあります。で、ミティゲーション、地引き引くと減災と書いてあります。で、結果として被害が減る、そういうふうにさせるための試みがミティゲーションなんですが、日本語としてはそれは被害を抑止したい、被害を抑止する力、そういうはずですから、あえて被害抑止力という言葉を当てたんです。で、抑止しきれなければ結果としてダメージ、被害になってしまうんですね。で、これをただ放っておくのか、例えば火がついちゃったらですね、ただ燃えるに任せるのか、そりゃやっぱりしょうがないだろう。そのために消防局があり、消防署があり、消防署員の方がいい、消防自動車があるわけですから、わっと来てやる。で、またこれも余談のように聞こえるかもしれませんが、皆さんあの消防っていうのを過大に評価してですね、ですから火がついて、あの消防自動車で火が消せる範囲っていうのはやっぱあるんです。それはですね、統計数値的に言うと 1.4 とかですね、 1.4 棟ぐらいの火事が消える。どういうことかっていうと、火がついてその胸だけで消防自動車が来てわっと消火をすれば大体消せるんですね。それがもし2棟まで燃え広がっていっちゃったとすると、うまくいくかダメかは、まあ、ある意味で 50-50 になってしまう。で、逆に言うと炎焼が1棟以上に燃え広がることを炎焼って言いますから、炎焼火災になるとですね、もう実は、消防自動車で全部消火することは難しくない。じゃあ何十台も消防自動車来て何するのっていうと、それ以上燃え広がらないようにあるところで、炎焼防止をすることが大変重要なんです。で、火災っていうのは3つのものがあって生まれます。1つはですね、酸素、これそこら中にありますよね。2つ目はですね、温度、高温にならない、ある程度以上、高温にならないと燃えませんから、温度。それから3つ目は燃え草、この3つがあって火災は起きるし燃え続けるんです。で、消防ってのは何をしているか、お水をかけているのはこの温度を下げているんです。一生懸命燃えにくくしている。で、もうこれが限界だとすればどうするかっていうと、一番基本的には燃え草がなくなれば火事は止まる。ですから神戸の長田で大変大きな火災があったって阪神の時ご覧になったことありますが、あれちゃんと止まったんですよ、4日ぐらい経ったら。で、どうして止まってるかって言ったら、周りをコンクリートの大きな建物が囲まれてるようなところまで全部燃えてって、もう木造のものは何もなくなっちゃった。だから石は燃えませんから最終的には火は消えてってしまう。だから酸素なくなるか、燃え草をなくすか、温度を下げるか、この3つがその消防の基本ですから、じゃあって言ってできるのは1棟までなら温度下げるのでなんとかやっつけられる。もうその代わりびしょびしょですよ。もう二度と中のものなんか使えませんよ。もう徹底的に水かけますから。これでもかってぐらいかけますから。で、そういうふうにしてやる。で、それがもう2棟、3棟、10棟っていうふうに広がっちゃったらですね、もうしょうがないです。ですから、あるところに、昔はもう広小路って言って、その家建てないような道を作って、それ炎焼防火帯って言ってましたね。ここで言えば5畳の道とか、お池なんていうのはそういう役割をするわけですけど、火の粉飛ばないような広い道にして、で、燃え草をなくすか、あるいはその途中の家を壊してしまうか、で、燃え草を取るか、いろんなやり方をしたんですけど、基本的には炎焼火災になった時の消火は燃え草を除去するぐらいしかなくなってしまうわけで、でもそれしなければ延々と燃えていっちゃう。だから昔のように木造でできてた町全体だったら、本当に町全体が燃え尽きるような大火っていうのはいっぱいあったんですよ。そういうものがあって、その時に少しでも早く一棟のうちに火を消してしまいたいっていうためには相当な準備がありますね。そういう力をこの被害軽減力というふうに考えていただいて、で、被害軽減力も被害抑止力も普段からやってなかったら絶対にできません。都合のいい時にですね、魔法のようにプッと力が湧いてきて何とかできるなんてことはありませんから、どっちも準備なんです。だけどプリペアドネスの字引き聞くとですね、準備って書いてある。そうするとその準備って訳しちゃうとですね、
もうじゃあミティゲーションってなんだよみたいになっちゃうわけですね。だから減災です。じゃあ減災ってなんだよ。これ全部やってることは減災であるんですね。日本語では防災っていうのはそういうことですから、被害出さないようにして出ちゃったものはできるだけ小さく収めようとしている、その試みを防災と呼び、あるいは減災と呼ぶなら、その中身は被害抑止と被害軽減の力から構成されている。でそれに対応する英語があるわけです。そのミティゲーションというのはプリペアネス。でそれはそういう世界の人たちの間ではそういう使われ方をしているんですが、地引き的には違って、だけど地引きを信じてみんなが嘘を言ってっていうのが現状だと考えていただいて、ですから正確に自分の意を相手に伝えようとしたら、被害軽減力、被害抑止力、外力、社会の防災力、被害というような言葉で、対応環境をつければですね、英語で書かれていることを素直に日本語に読むことができるし、日本語でそういうふうに思っていることをある英語に当てはめれば十分理解してもらえると、ご理解いただけると思います。次に行きましょう。じゃあ今度は2つ目の防災の戦略、社会の防災力をどう上げるかということを、お話をしてみたいと思います。次に行きます。そこには2つありまして、抑止力と軽減力だ言いました。でそこの中に赤で書いたんだけど、今年の新しいものなんですが、実は被害抑止力っていうのはハザードごとにその中身は違います。で一つの例をご紹介するとですね、阪神・淡路大震災の時にたくさんのお家が倒壊しました。特に古い立派なお家がたくさん倒壊しました。でその一つの理由に建物の構造が挙げられています。どういうふうになっているかというとですね、屋根と瓦の間に20センチぐらいの粘土が敷き詰めてあるんです。他の言い方をすると、その屋根自体を重くしてあるわけです。何のためかと言われたら台風のためです。基本的に西日本にとって一番守るべき対象は台風から被害ですから、そういう強風から家が飛ばないように、屋根が飛ばないように粘土を入れてくっつけて重たくして飛ばないようにしました。でそれは非常に有効な被害抑止策だったんです。ところが千年に一遍の地震がそこで起こってしまった時に、下が重たいのと上が重たいのじゃこう振ってみたら全然違いますよね。で結局こういう上が重たい建物があれば揺れは増幅されてですね、ベチャというふうに倒壊してしまった。でそういう意味ではせっかくその台風のために備えたことが地震のことでは仇になってしまった。ですから被害抑止というのはオールマイティのものがあるわけじゃなくてですね、自分が考えているハザードに即してしかできない。でそれ以外のものについては場合によってはですね、マイナスにいくことがある。そうか、それはでも家の作りだろう。で似たようなことはですね、今度は神戸市の消防局はお年寄りに向かってなるだけ1回でお休みになりませんかというふうに指導してました。それはなぜかというと、ご老人が亡くなられるかなり大きなものの中に家庭内事故というのがあります。平たく言えばですね、階段から転げ落ちたとか、あるいは滑ったとか、お風呂で転んだとか、そういうやつあるんです。で少なくとも1階に寝て、でおトイレはだいたい1階にあるのが多いですよね。2階にあるお家もありますが、まあ、1階にはほぼ確実です。でそうすると2階に寝てて夜トイレだと思って起きて、歩いてて滑っちゃった、怪我した、腰打った、折った、それから寝ついたみたいなことありますから、そういうことを避けようということで1階にいませんか。それからこれは火災の時にも役に立ちますね。救助するのに、消防隊が入るのが一貫のが楽ですから、そういう意味では救命率も上がるだということでですね、そういう家庭内事故だとか、あるいは火災っていうのは結構頻度ありますから、消防局は一生懸命一階に進めています。ところがそういうトップヘビーっていうか上が重たいお家で一階に寝てればどういうことになるのか、バチャンですから、たくさんの方がその1階に寝ておられた方が亡くなられた。
あだになっちゃったんですね。で、関東大震災の教訓で東京の人たちが、私も生まれも育ちも東京なんですが、母親が私の父親が言ってたら2階に寝るんだって言ってました、いつも。それから屋根は軽いです、安っぽち屋根です。それから雨戸はしっかりしてます。で、そういうような家の作りっていうのはですね、やはりその震災の記憶があるような地域にはあった。で、そうすると2階に寝るか1階に寝るかなんていうのは、毎日のこと考えたら1階に寝た方が春が楽なんですけれども、ある問題を起こさないため、つまり家庭内事故や火災をうまくしのぐために備えていたことが、いや地震ではダメでしたみたいなことになっちゃうんですね。ですから、そのハザー被害抑止力ということを考えていただくと、そういう意味ではハザードごとに取るべき対策は違ってくるということをぜひ理解しなければいけない。だからそれぞれの専門家っていうのはいるんだというふうにご理解をいただけたらと思います。ですから防災研究所たくさん先生おられますけど、大体 どっかのハザードの専門家なんですね。川田もいろんなこと言ってますけど、あの人もともとって探すとやっぱり水ですとか、災害の水に関する災害の専門家だから、今津波もできてるということになります。で、そういうものが被害抑止力です。で、それに対して被害軽減力というのは、実は原因を問いません。例えば消防を考えていただいたです、天ぷらの火災でもタバコの不始末でも放火でも全部来てやってくれます。すいません、私は天ぷら火災専門ですとかねすいません、私は放火専門ですとかってやられちゃったらですね、消防署をいっぱい作っとかなきゃいけないね。で、そんなことしない、もうそこまで原因は問わない。もう何でもいい。原因はもう起こっちゃったことに対してどう対応するかを考える。で、これにああでもない、こうでもない、どうでもないってやられたら効率が悪くてしょうがないですから、どんなもんでも引き受けましょう。そういう一元的にですね、備えましょうという考え方を逆に導入していかなきゃいけないと思うんですね。で、私どもじゃあお前何が専門だって言ったら、こういう一元的な備えを一生懸命考える専門家なのかもしれません。で、その2つが組み合わさってやらないといけない。で、さっきも申し上げましたけど、両方とも備えです。で、なぜかというと、災害が起きた時はですね、普段やってることしかできないんですよ何かそこで新しいことができるなんて思うのは、これは苦し紛れの空想でしかないですね。ですから普段やってることしかできない。で、普段やってるってことは、要するに普段から準備してるってことですから、備えだというふうに乗り換えていただいたらいいと思います。さて、じゃあ次行きましょう。じゃあ、被害抑止っていうのと被害軽減、今2つの種類があると言いましたが、この相互の関係はどうなっているのかっていうのを少し次にお話をしてみたいと思います。で、この表はですね、横軸にはその外力の大きさが取ってあります。左で、縦軸は発生確率です。で、どういうことが言いたいかというと、緑の部分は大したことがない外力はしょっちゅう起こる、考えてください。ですから雨で言えばですね、1日1ミリ、1時間1ミリ、1時間2ミリなんて雨はしょっちゅう降ります。今朝だっていう雪降ってました、ここ多分1ミリぐらいです、雨量にしたらね。そういうのはしょっちゅうあります。だけど1時間に10ミリ、昨日の話で20ミリ降ったらもう傘突き抜けてしぶきが入るって言ってましたけど、そうしょっちゃないですね。だけど年に1回や2回20ミリぐらいあります。で、じゃあ年に1時間に100ミリ超える雨、そうしょっちゃないです。で、そういう意味では大したことないものがしょっちゅうある。それからそこそこのものはそこそこある、すごいやつはめったにないっていう関係になってます。これは地震も同じです。先ほどマグニチュードというのをご紹介しましたけど、マグニチュード8クラスの地震というのはですね、大体日本全体を対象にして考えると100年に一遍ぐらいの確率でしか起きません。マグニチュード7になるとこれが10年に一遍ぐらいの確率で起きてきています。で、マグニチュード6っていうと1年に一遍ぐらい。で、そうやってこう見ていくと、大体対数で動いてると
思っていただいたらいいんですが、小さい外力ほど頻繁にやる。で、じゃあ今度防災っていう観点からどうするかって言ったら、そんなしょっちゅう起こるもんでですね、いちいち災害対策本部開いたり、国がなんか天安門になっちゃたまりませんから、その一番基本の部分についてはもう被害を出さないようにしとこうじゃん。それで社会が影響を受けないようにしたいというふうに考えてですね、でそのための、仕掛け、そのための備えを、まあ、被害抑止というふうに呼ぼう。それがミティゲーションというふうに考えていただいたらいいです。ですから例えば、昨日川田が申し上げているような200年に一遍の雨に耐えるとか、5年に一遍の雨にしか耐えられないと言っているのは、そこ そのどのくらいしょっちゅう起こる出来事かということで、その備えの程度を表現していると思っていただいたらいいですね。ですから5年に一遍だったら、100年の間に20回ぐらい起こっちゃうわけですね、災害としては。でも200年に一遍だったら確率的にはまあ起こらないかもしれないくらいであるというふうになります。で、まあ、いわばそのミティゲーション、被害抑止というのは、防災のですね、基本給みたいなものです。今あの日本の電力が一番コストが安く作れるのは原子力なんですね、実は。で、その原子力が怖いと思っている人は、いや、水力があるじゃないか、火力があるじゃないか、その上に原子力を置いてるわけですけど、経営してる側から言うとですね、一番コストが安いのは原子力なんで、それをベースに置いてるわけです。で、その次に安いのは、水力ですから、次に水力を置くわけですね。で、最後にどうするかというと火力を置くわけですね。だからその、安全っていうのと、それからコストっていうのをいろいろこう組み合わせながら、彼らはまあ電気をいかに低コストで作るかをしっかり考えていると、原子力は彼らの、基本エネルギーになっちゃってるんです。日本の場合悲しいなんですけど、そういう現実があります。で、ミティゲーションっていうのもそういう意味では防災の基本を示すんです。じゃあその防災の基本をどうやって守るかっていうと、いや、昔はそれも人でやりました。今でも中国なんか人でやってますよね。何年か前にあの揚子江が大洪水になって堤防が切れちゃった時に、みんな人がこの間手つないで、川の中入ってるような写真までありましたけど、最悪はあれです。12億もいたら安いんかとか思いますけど、そういう考え方ありますけど、日本でそんなこととってもできません。そういう時にももしかしたら男女どうするにしないと雇用均等法に引っかかるかもしれないような国ですからね。じゃあその人をなるだけ使わないようにして、人まず高い、文句言う、失敗もする、そういうことを考えると、24時間黙って黙々と仕事をしてくれるものがいいというふうになりますね。ですからどうしても構造物を主体にして防災をするようになってきて、ですから日本の逆に言えば、防災水準が非常に高い、ミティゲーション水準が非常に高いというのは、日本が作るものの災害に対しての、防災力はすごく高いというふうに考えていただいたらいいです。で、それはまあこれだけ頻繁に災害が起こる国ですから、それから自分たちの生活を守りたいという気持ちが、それだけの投資をさせて、日本の、あるいは日本人が日本で作るものは非常に安全性の高いものになる。それでも次に考えていただきたいのは、そこには被害抑止限界があるということですね。先ほどの200年に一遍とか5年に一遍というのは、まさしくその被害抑止限界を指しています。で、それを超えたら当然被害が出てしまうんですね。じゃあそれをもっともっと上げたらいいじゃないかということになるわけですが、今度はそれはその社会がそれだけのコストに耐えられるかという、阪神大震災直後ですね、私その市の防災会議のメンバーというのにさせられてですね、いろいろと次の防災計画を議論してるんですね。で、そうするとある人ですね、震度7の町、震度7の地震に耐えられるような町にしなきゃいけないんだとおっしゃられて、だから耐えられますよ、技術的に大丈夫です。コンクリートうんたら尽くしたりがっちり作ってるんです。窓こんなちっちゃかったらせいで、トーチカみたいな町になる。
そんなことやるかって。いや、次の1000年先ですから、そのどんな建物だって大体100年ですよ、持って。僕が一番驚いたのは、あそこの瀬戸大橋ができた時にね、この耐用年数は一体どのくらいですかって聞いたんです。さあ、いとも簡単に100年って言うんです。あんなにおしゃれ作って100年も持たないと思いました。で、いや、もうちょっとちゃんとペイントをうまくやれば20年か30年伸びますって言うんですよね。でも120、30年ですよ。そこからあとどうするんですかって、横にもう一本作りますって。で、1万年ぐらい経ったらそこ中全部こう蓋されてるから暗渠になってるかもしれないですね、トラインってね。その程度のものを人間を作るものったら、そしたらね、千年先に起こるようなものに対して統治家みたいに守ってね、もうバカ違うかと内心思ったんですが、向こう土木の権威ですから、僕なんか言っててパカッとか言って終わるんですけど、ちなみに時先生ではありませんからね、迷惑かけてくださいそういうことがあります。で、脱線しちゃいましたけど、すいません。被害抑止限界って必ずあるわけで、うまく勝てれば安いコストでいいパフォーマンスをしてくれるんですね。で、今日本というのはどっちかというと過剰の投資を安全については してきたんです今までね。で、それが功を奏してるわけですが、過剰だってさっきも言ったように200年に一遍だったり、5年に一遍だったりするわけですね。で、だけど外力ははるかに凶暴で、そういう配慮を超えるようなすごいものが最近特に頻繁に起こるようになっちゃう。で、そうなった時に考えなきゃいけないのはこの被害軽減なわけです。で、被害軽減の本質とは何かというとですね、もう物で守れなかったんですから、さあしょうがない、最後人で守るしかないんですね。で、人で守るって言った時にどうするか。人で守った時に、もう災害から国を守ったって言うと、なんか昔オランダの堤防からね、ちょろちょろ水が漏れてるのに気がついて一晩中手突っ込んで堤防を守った男の子の話だってなりましたよね。あんなことないんです絶対力を合わせてしか守れないんです正直。そうするとみんなが力を合わせるっていうためには何が必要かというと、一番端的に言えば綱引きの時考えていただいて掛け声ですよ。あるいはボートを考えていただいたコックスって言いますね、一番前のって、ただ怒鳴ってればいいやつ。僕はあれやつやるならあれがいいと思うんですね。こんなん大変でくたべちゃいますけど、あれぐらいならね大丈夫です、私でもできると思ったんですけど、じゃあなんでああいう無駄なね人を乗っけるかと思うと、あれが掛け声をかけてくれて力を揃える。で、それでその効率よくね、自分たちの力が水へ伝わる、あるいは綱に伝わる。そういう意味で掛け声って情報は重要なんですけど、その掛け声ってもうちょっとおしゃれして言うと何だろう、情報っていうんです。ですから、ここにこの時にこういうことをこの人たちでやってください、やりましょうみたいなことをきちっと言うのが情報ですね。ですから、たくさんの人の力を合わせるためにはどうしても情報がいる。ですから、被害軽減力の根幹にあるものは何だと言ったら、そういう情報をうまく処理する力ということになるんですね。で、うまく情報を処理するためにはそれ用のシステムもいりますし、それの使い方に慣れてなきゃいけない。皆さんには大変ホームページでご苦労かけておりますけれども、これもやっぱりシステムがあって運用していくことで少しずつ皆さんに慣れていただこうと思ってるんですけど、そういう情報の力があります。ですから、物の力と情報の力を組み合わせることでですね、できるだけ防災の限界を右の方に持っていきたいというふうに思っています。で、巨大災害研究センター、まあ、関東私も属しているところですが、で、何を研究しているんだといったら、その被害抑止力ではもう賄えなかったような、社会が体験してしまうような大きな災害をどれだけうまく切り抜けていくかということを、まあ、考える。で、そうなるとそこの中で中心になってくるのは、いかにうまく情報を処理していくかということが中心のテーマだと思って、まあ、研究をしているわけです。それから、先ほどからお話していることから言えばですね、やはりそういった大きな災害はどこで発生するんだと言われたら、やはり都市部でしか発生しないんだというふうに言ってもいい。
ですから私たちとしてはどんなハザードでもいい。だけどそれが都市を襲って巨大化する大変大きなものになる、そういったものの、まあ、発生を豪の体を中心にいろいろ調べてますし、それを教訓にしながらどうすれば抑止力が上げられるかといったようなことを、まあ、テーマに考えていきたいと思っているわけです。じゃあ次行きましょう。で、今のその抑止力と被害軽減力との関係をもう少しちょっと違った絵でお見せしたいと思っています。で、この頃はいろんな人にずっと強調しているのは、災害といってもですね、そこには2種類のものがあるよと。一つは自然現象として起きている災害というのが、もう一つは社会現象としての災害というのがあるというふうに、この二つを考えています。で、ブルーの部分ですが、波線は、外力の強さです。で、これこう重ねていただくと、さっきのような、大したことがないのがゼロに近いところがいっぱいあってですね、極端なのが少ないと分布をしますが、そういうものがある一定の幅の中にいたらですね、それは被害にならないというふうにこれ読んでいただいています。ですからこの水色の幅の大きさが被害抑止力を意味していると思っていただいています。ですから、防災の研究の直接的に防災力を上げようとする研究の、一つはこの被害抑止力の幅をどうすれば広げていくことができるか、どうすればコストパフォーマンスをよくできるか、そういう研究があるわけです、ね、そういうことを研究してくれている先生がたくさん防災研究所にもいます。で、問題はそれが守りきれなかった場合、さっきの被害抑止限界を超えた場合に、実はその瞬間から社会現象としての災害というのが始まるというふうに考えていただいたらと。ですから社会現象としての災害というのはある意味ではいつも突然に始まる、そういう種類のものだというふうにご理解をいただいています。で、その社会現象という災害が起こると何が起こるか、社会の安定が そがれてしまう、損なわれてしまう、そういう状況が起こるわけです。ですから被害軽減力というのが意味しているものは何かというと、どれだけ早くその壊されてしまった社会の安定を回復できるか、それの能力に関わっていると思っていただいたらいいと思います。ですから回復力なんだというふうに呼ぶわけです。で、この自然現象としての災害というのはですね、実は応用物理学の世界です。だから防災系の先生たちの間結構ですね、意思疎通が簡単なんです。要は物理学の式でやる、どこにバネつけるとか、そういう世界で全部の問題がある意味で解けてしまっているんですね。で、ところが彼らは社会現象としての災害については、これは一言で言うと素人です。だけどすごい自負心がありますから、被害出さなきゃいいんだろうと思ってるんですね。で、まあそれでじゃあ出すなよとこっちは言いたいわけですけど、起きちゃった時、僕知らないっていなくなっちゃうわけですね。で、僕は若い頃とか、そういう防災の先生たちと一緒に被災地に随分行ったんですけど、すごく面白かったのは、彼らは熱心に写真バチ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 とるんですね。それからものすごく熱心にできるだけ早い段階で被災地に行こうとするんです。その熱意たるや、私若い頃は単純に打たれてたんですけど、で、はっと思うと、その写真撮り終わると、あ、調査終わりだって言うんですよ。で、こっちはこれからどういうふうな問題が始まるかを、どこ行った話聞こうかとかって探してるうちに、彼らはもう調査が終わっちゃうんですね。それから二度と現場行かない。よく考えてみたら、なんだって言ったら、要するに彼らはものを、要するに災害を起こさないように、どういうふうにものを作ったらいいかを一生懸命研究してる人だから、実際の災害場面っていうのは、あ、そんな風に壊れちゃったのとかですね、え、この程度で壊れちゃったのっていうことを確かめに行ってですね。ですから一番できるだけ早く行きたいっていうのは、もうすぐ復旧工事始まっちゃいますから、そういうものがどんどん片付けられていってしまう、変形していってしまう、ね、いろいろお片付けしたりして、そうすると壊れた様そのままが見れないから、
できるだけフレッシュなうちに行きたいっていうのが本音ですよね。だからその壊れた様さえ取ってしまったらね、もうあとはいいんですよ、被災地なんかどうでもいい。それはさすがに大部分の先生そこまで激しくは言いませんけど、中には言う人います。私そんなの興味ない、人が苦しもうと何しようと関係ないとか言う人いるんですよ。耳を疑ってしまうようなとこありますけど、彼らは地面が揺れることに関心があって、物が壊れていく様に関心があったりするんですよ。本当にこんな言ってるとなんかよっぽど馬鹿にしてるように聞こえるから、もうこれじゃ言いませんけど、でそこまではまだ許せるとして、一番まずいのはですね、怒ったことに対してコメントするんですよ。あれはこうです、あれはこうです、ちょっと言ってパッと見たからって分かるかと思うんですけどそれを言われてしまう。 でも今度は黄色い部分をやってる人が今いなかったもんですからね、それでも済んでた。だけどもうこれからは許しませんでっていうのが今の、新しい防災研究所ですから、この実際に起こってしまった社会の動揺をどうすればできるだけ早く収めることができるのかっていう課題を、それ自体重要なテーマとして取り上げていこうっていうのが、これからの社会現象としての災害研究というふうに思っています。で次行きましょう。でなんかいい加減にぐちゃぐちゃ書いたと思ってると思いますが、実は意味があってぐちゃぐちゃ書きました。で社会の混乱っていうのは、実を言えばこういうふうにピークや終わりが違う、少なくとも3種類のですね動揺の組み合わせとして起こるんだというふうにご理解をいただきたいと思ってこれをやりました。で下に10の1条2条3条4条5条6条と書いてありますが、これはですね災害が起きてからの時間の経過を時間単位ですね、対数でお示ししてあります。で実は人間の感覚というのはほとんど全部対数です。例えばですね、100円である程度おいしいものが食べられたし、1000円払って何倍ぐらいおいしいものが食べられるか、せいぜい2倍、1万円払って3倍、そういうもんですよね。もう10倍払ったんだから10倍おいしいものが絶対ありえないです。でまあ、それはちょっと語弊があるにしても、例えば重さだとか音の高さだとか、こういう光の明るさだとか、そういうものはですね、みんな全部対数になってます。人間って大変よくできてます。非常に急激に大きな変化が来てもそういうものは小さくしか受け取らないようになってます、対数ですから。逆に非常に小さな変化があってもそれはですね、かなり敏感に見つけられるような性能になっています。ですからさっきの100円と1000円で2倍うまいかまずいかなんですけど、それは10円と100円の間はもうみんないろいろ議論する、あるいは95円と100円だったらもっといっぱい議論するみたいになるんですね。それは小さな差については非常に感度がいいけど、大きな急激な変化については結構鈍く設計されています。でこの災害っていうのも実は突如出来上がる、突如起こるって言いましたが、そういう新しい現実ですから、私たちなら自分たち適応して慣れていかなきゃいけない。でそういう時に最初の瞬間はものすごく感度を上げてます。ですから最初の1分、最初の1時間なんていうのはもう克明に覚えてます。最初の1日もかなり鮮明です。1週間1ヶ月、1年、何年というふうにですね、だんだん記憶は、薄くなってきます。どこもそうですよね。なんか新しいとこ入る、最初の1年、最初の1ヶ月、最初の1日はすごく記憶鮮明ですが、繰り返しそういうことが起こってくるとですね、忘れてしまう。学生さんなんて1年目は覚えてるけど、次に覚えてるのはもう卒業式です、大体。シュッとこういっちゃう。そういうものなんだと考えていただきます。でそういう時に、まず一番早い段階で多くの人たちが考えなきゃいけない問題は、どう人々の命を守るかという問題があります。でこういうことの詳しいのはまた2回目でも何かでもお話しさせていただきますが、ここを見ていただくと、最初の瞬間に一番大きな振幅があって、すぐこれがなくなってしまうような揺れ方をしています。
この意味はですね、要は命には旬っていうか持ち時間が限られてる。で、災害の場合でしたら普通の家が壊れてって言ったらせいぜい3日までしか生きてられないですよね。でその意味では最初の3日をどうするかがポイントで、そこからあとですね、40日目に支援が来ようと100日目に支援が来ようと、そんなもの変な役にも立たないわけで、最初の3日だっていうのがあります。それから2つ目は社会のフローを回復させるという問題があります。で、私たちは実は人、こうやって皆さんいろんなところから集まってきてくださいます。それ流れてます。物も物流で流れてます。情報も行き交ってます。お金も行き交ってます。そういったですね、さまざまな種類のフローを絶やさないことでですね、私たちは生きてられるんですね。ところが災害の一つの大きな特徴は、そういった社会の基本的なフローが止まってしまう。例えば、電気止まっちゃう、停電する、水が止まっちゃう、断水する、電車が動かない、電話もかからない、ひどい場合には、銀行も止まっちゃう。で、今回の阪神の時には、当時の日銀の神戸支店長の英断でですね、日銀の中に金融機関全部置いてあげたんですね。で、壊れてるところもありました。それで、その金融活動の安定、つまりお金のフローの安定を図ったりしているような対策がありますが、そういう部分があります。これも、まあ、断水のこと、あるいはガスの機能停止というのを思い出していただいたらいいですが、阪神の場合にはほぼ3ヶ月かかりました。鉄道も3ヶ月ぐらいかかりました。コアは一番遅くて約2年かかりましたけれども、でもそれまでで回復できるんですね。で、そういうものがだから最後は社会のストックをどう回復させるかという問題。で、住宅というのは個人資産ですが、同時に何台も使っていけたらですね、それは社会が持っている非常に流行なストックになるんです。資産です。で、ある意味では災害というのはその資産を破壊してしまうことでもあるわけで、その破壊された資産の再建というのが必要になってくる。で、このストックの再建というと、昔は建物だとか社会基盤施設だとかそんなことばっかり考えてたんですが、今みたいにこういった地下社会、つまり知識に価値があるような社会になったら、一番のストックはですね、人間ですよ。いい人間を持っているかどうかですよね。そういう意味ではですね、人間がそこの場所に、誇りを持ってくれてて、やっぱりここでやり直すんだと思ってくれないと実は再建できない。いや、お金もらうだけもらおう、あとはもういなくなっちゃおうっていうんだったら困るわけで、そういう意味では町と同時に人の、まあ、人生も再建していかなきゃいけないっていう、そういう課題が3つ、質随分違いますけれども、最悪併存して起きていると考えていただけたらと思います。次で、それを、まあ、災害対応する側から言えばですね、今のようなそのピークの違いをどうやってこなしていくかっていうのが問題になります。で、先ほどの命を守るっていうのはですね、英語の世界ではこれをレスポンスと呼んでます。災害対応です。もうちょっと凝ってる人たちはエマージェンシーレスポンスと言います。緊急の対応。で、レスポンスって言ってる時に視野に入っているのは消防の方、警察の方、医療関係の方、そういう方が中心になります。何をしてくれてるか、命をどうやって守るか、救うかっていう問題を中心に考えています。それから2つ目の社会のフローを戻す活動をですね、これはリリーフっていうふうに呼びます。国際社会では、赤十字がこれの一番中核の役割をしています。国連もOCHAっていう名前のですね、人道支援の組織を持っています。これはそのどういうことか、世界中どこで災害が起こっても人間として生きていくのに最低限必要なものがありますね。水、衛生、食料、栄養、住まい、医療、こういったようなものを無償で提供するっていう活動があります。それがそのリリーフアクティビティです。で、そのリリーフっていうのは本質的には一時的なもので、最終的にはその人たちが自活自立してもらわなきゃいけない。で、まあ、その人たちは最終的には引き下がっている。そ
そういう種類の問題、それから最後のストックの再建、都市を再建していく、人々の人生を再建していくというのは英語ではリカバリーという言い方をしますが、これは非常に長い時間がかかるものなんだというふうに考えていただいたらいいと思います。ですから災害が起きてしまって、その後何をしたらいいんだと言われたら、レスポンスをし、リリーフをし、リカバリーをする。でこの3つの仕事が、この絵は何を言いたいかというと、並列で進まなきゃいけないというふうに考えます。マスコミの人たちはこの一番赤いところだけを酔っていきますから、最初は命だ、次は水だ、パンだ、最後が家だっていう紹介の仕方をするんですけれども、それは嘘です。震災の、阪神の震災の時に多くの行政職員の人たちのお話聞きましたが、自分が一番最初に行って避難所の鍵を開けたとして、僕は一人もまだ会ったことありません。どうだったって行ってみたら、もういた、被災者は。どうやって行ったのと、ガラスぶち割ってても入ってたみたいですね。だから片っぽでは命のやってる時間帯のはずですよ。だけど自分が安全だったら、その人たちは次のフェーズに行っちゃうんですよね。ですから、リリーフアクティビティというのがやっぱり最初からいい。だからある人を私聞きましたけど、ちょっとお年を召した方なんですが、1月17日にもう銀行からお金全部下ろしてですね、大阪にマンション手付け売って移っちゃって、生活再建1日でできちゃって、そういう人もいるんですね。それから家壊れた時に、今回の阪神では最終的には家を解体する費用が税金で賄われました。額にすると大体70万円とか80万円ぐらいの額になったわけですけど、それがですね、厚生省がやっていいよって決めたのが1月26日ですから、それまでの10日余りの間にもう壊しちゃった人いっぱいいるんですよね。そういう人たちはお金が返ってこない、不公平じゃんみたいなことが起こる。でしかもそうやって早く壊した人がどういう特徴があるかっていうと、やっぱり高齢の方ほど早いんです。悪く言う年寄りはせっかちなのかもしれない、すぐやっちゃうんですよね、お金もあるせい でそうじゃないんだっていうふうに考えていただくと、やはり全部の活動が初日からすぐスタートして、でそれぞれはやっぱり違う持ち合いですから、専門が違ってますから、それぞれにやっていただかなきゃいけないんだっていうふうに考えると、その災害対応っていうのは、もう一つ忘れちゃいけないのが、ね、一番下にずっと真っ赤にしてることなんですが、災害対応、人の命を救う、社会のフローを戻す、社会のストック再建する、これはいわばですね、その防災を担当する機関がその住民なり社会に対して提供すべき社会サービスだと私は思っているんですね。でそのサービスを実際にうまく提供するためには、その後ろでキッチンみたいなものが必要になってくるんです。バックルームアクティビティと英語だったらいいですか、楽屋でいろいろ工夫してくれないといけない。その楽屋で何工夫するかというと、情報と資源をどううまく管理する。なかなか情報入ってきません、ガセネタもいっぱいあります、みんながせっつきます。そういう中できちんと情報を一本化して全体像を把握する。それから資源もいろんな意味で足りません、だから一番有効な配分の仕方を考える。そういう仕事がそのサービスをしている人たちとはまた別のところでですね、見えない形でやられないとですね、いわゆる後方支援ですよね、それなかったらサービスはできないと考えていただくと、この下の4つの仕事が同時並記で進んでないとですね、いけないんだっていうふうに思っています。それはそれぞれ違う部局が担当します。先ほど言ったように命の問題は消防だったり警察だったり医療の人かもしれません。リリーフって言われている社会のフローを戻すのはライフラインの事業者だったり、あるいは、福祉の方たちだったり、いろんな方がいます。社会のストックを再建するのはもちろん、建設部局だったり都市計画の部局だったり、あるいはやはり同時にその教育の部局だったり、都市の企画だったり総合調査だったりするわけですね。でその最後の情報と資源の管理っていうのは、実は本来災害対策本部が一番中心になってやらなきゃいけない仕事なのかもしれない。そんなふうにこう見える
さて次行ってください。で、そういった災害対応が一元的でなきゃいけないということを僕らすごく強く自覚したのはこの去年の9月11日 の、 同時多発テロのことです。で私たちもう一昨年になるんですね、ごめんなさい、昨年これの調査に参りました。こうやってニューヨークに行ったとか言ってましたけど僕も行きましたけど、でこれを見るときになぜこの調査をしたかったかというと、ある意味では誰もですねこんなことが起こると思っていなかったんですよ。だけど僕らのテレビ見てるところ目の前でですねこういうことが起こっちゃったんですね。でそうしたら私たちにできるのはその後起きたことに対してどう対応するかなわけですね。でその的確さとかその迅速さが問われるような状況でした。ニューヨークのど真ん中のものすごいシンボルのようなものが破壊されて、あの当時は6000人だとか1万人だとかっていう死者が出たと言われて、実際には3000名弱だったんですけども、でそれだけの集中的な被害が起こったっていうのは話がないですから、ぜひこの対応を調べなきゃいけないというふうに思ったんですね。でそこから出てきた答えが次いきましょう。一元的に対応しなきゃいけない。これここからは防災研の PR ですからいつやめていただいたと思います。今まで古いタイプの防災研究所っていうのは自然災害を自然現象として研究してまいりました。これ50年やってる。でカーターは実はですね、余計な話ですけど彼は昭和21年生まれですから南海地震と同じ年を取ってる、昭和のですから彼それだけは間違いないです。南海地震の今年で何年目です、要は自分の年やりですから絶対間違いない。で僕はですねたまたま防災研究所ができた年に生まれてるんで、防災研究所ができてから何年というだけ絶対間違いない。今年52年目です。まだ51年ですけどね、4月までは私50だけど、防災研究所ってできたのはね4月の十何日なんです、13日ぐらいですかね。で僕誕生日4月9日なんでほとんど同じなんですよ。別に申し訳だったら言いませんけれども、で少なくとも最初の45年ぐらいはこうやってやってました。で特に、阪神淡路大震災が起きまして、防災研究所落ちて、で次いや社会現象としての災害も勉強するようにしますよっていう時にこの911っていうか9月の11日の災害が起きました。でみんなすごく懸念な顔をしました。調査に行くんだって言ったらですね、もうなんで防災研の調査に行くんだよとか言うわけです。もう今自然災害やってんちゃうか、あれはテロだろう、あれは社会災害とか人為災害とか言うんじゃないかとか言うわけですね。なっちゃうって言って、で次に行ってください。要は何かって社会現象としての災害っていうのは原因を問わない、みんな一個なんだと。でその、自然現象として見るとですね、それぞれに分かります。テロの専門家もいます、石油の専門家もいます、戦争の専門家もいます、そういった台風の専門家もいます、地震の専門家もいます、津波の専門家もいますみたいなんですが、でこれから目指していきたいっていうのはそういう個々の専門でできるだけ被害を起こさないようにするということと、それからもし起きてしまったらそれを一元的に対応できるようなものをですね有機的に組み合わせていくというのが これからの像だというふうに思っているというふうになります。次お願いします。でこれが答えです、外力、ハザードは外力と訳させていただきますし、バルナラビリティをだいぶ意訳ですが社会の防災力というふうにしたいと思います。だからダメージは被害、そして、ハザードをコントロールすることをプリベンション、ここを予防と呼んでもいいのかもしれません。それからその予防ができないためにはできるだけ被害を出さないようにするためには社会に抑えてまず上げなきゃいけないわけですから、それをミティゲーションの努力というふうに呼んで被害抑止力としよう。で万が一被害が出てしまったことに対してこれも打つ手がないと困りますから、それに対しての備えを被害軽減力というふうに呼ぶ。
で被害が出てしまった後の対応、まあ、被害軽減力の中身になるわけですが、レスポンスとリリーフとリカバリーというのがありますから、命を救うということと、社会のフローを復旧させるということと、守るということと、社会のストックを守るという、この3つの、過程がですね、組み合わさって、全体としての防災の活動を作っているというふうにご理解をいただけたらと思います。ですから、これどこを考える人たちが、だけが防災の研究者というわけじゃなくてですね、全部を考えていただいて、初めて防災研究だというふうになるのを思っていただけたらと思います。ですから、これから1000回続けますので、いろんな、とはいうものの、みんなこういう言い方しないかもしれませんが、まだ少数派ですから、あれですが、若い人にはこういう言葉遣いはぜひと思っていろいろ吹き込んでますが、防災をどんなふうに捉えたらいいのかということについてですね、基本的なご理解をいただけたらということで、最初の、講演の題目にというかテーマに選ばせていただいた次第です。どうもご清聴いただいてありがとうございました。あとは質問を答えさせていただきます。ならご質問があればどうぞ。よろしいですか。いいでしょうか。こういう時はすぐ早くやめたいと思うから、よろしいでしょうかということで、実は明日はこの会場の都合がございまして、この講座お休みです。でまた明後日、今度は池口先生、水の専門家ですが、お話をいただきますので、もしよろしければそれにもご参加をいただけたらと思います。それでは本当に長時間ありがとうございました。今日はおしまいさせていただきます。ありがとうございました。